前園です。アウンの松本です。どうも本日もありがとうございます。はい、では今日はですね、ちょっと食欲が落ちやすい時期に、ビールともあって食欲が増す、宮崎のやっぱこう代表的な料理でもありますチキン南蛮の作り方をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。でそれでは、ね、もも肉をですね4カット用意しました。はい、でこちらはですね、はい、このようにパン粉にこれにつけていきますね。剥がれないパン粉、パン粉じゃねえや、はい、小麦粉の間違いです。はい、小麦粉につけていきます。そうよく間違えるんで訂正します。はい、これをここに小麦粉つけていきます。はい、で肉にこう小麦粉をつけましたら溶き卵にドボっていきます。チキン南蛮はですね、天ぷら粉じゃなくてこう卵でやるのがポイントですね。はい、で卵になじます、たっぷりなじませて、はーす、上がりましたら、それでは揚げたての唐揚げにこの南蛮酢をですねたっぷり含ませていきます。はい、この南蛮酢含ませたものをお皿に持っていきます。はい、たっぷり含ませるのがポイントです。よいしょ、で、なんといってもこれがないと始まりませんね。はい、自家製のタルタルソースです。はい、たっぷりかけた方がいいです。はい、こんな感じで出来上がりました。うまそう。はい、それでは出来上がりました、チキン南蛮です。めちゃめちゃうまそうですよ。これタルタルソースがたくさんかかってる方がいいですよね。レシピも載せておきますんで、はい、じゃあそれではいただきたいと思います。よし、タルタルソースをいっぱいつけて、もうす、うまっ、たっぷりの南蛮酢がですねたまりませんね。あとタルタルが、これも絶対ビールが進むと思います。これからの一ついいですよね。ぜひご自宅でも楽しんでみてください。それでは皆さん、素敵な一日を。ありがとうございました。